エガーならコニーのお母さんを人に戻せるんじゃないの？始祖の巨人は何でもできるはずでしょ？わからないけど、それができたならエレンはここでジークに巨人にされた兵士たちを人に戻してたと思う。わからないなら頼んでみてよエレンに。どうしても島の外の人全員殺さなくちゃダメなの？そんなことしなくたっていいじゃない。世界中の軍事施設を攻撃するだけじゃダメなのって聞いてみてよ。ライナーの鎧だって剥がしたんだからできるはずなのに。ライナーはどこにいる？そんなこと今どうだっていいでしょ。重傷で動けないんだから。鎧の巨人の硬質化が解かれたのはいつ、どのタイミングで？壁の崩壊と同時に。アルミ、エレンは言った。全ての硬質化が解かれるって。